ジョルジュです。ロマンシングサガ、リユニバース、やっていきたいと思います。本日はこちら。4周年、リアム、VS、3周年、リアム、ダメージ比較しよう。4周年、リアムの育成が完了しました。技ランクを99にして、ステータスは、HP 上限、器用さは、限界を、少し突破して、240まで上げました。裏は器用さのみ、5段目まで振り、昇段は10段です。4周年、リアムと3周年、リアム、果たしてどのくらいダメージに差があるのか、見ていきたいと思います。ダメージ検証に利用するバトルは、エッグ戦、最終形態です。リアムの装備は、こちらになります。追憶武器のブリューナクを装備して、西欧の器用さバフの後に動くように、行動順調整のため、素早さを下げました。見ていくダメージは、3周年リアムは、ウィンドリボルブ、4周年リアムはフローズンリボルブ、どちらも威力は同じなので、それぞれ前段装填してから、通常攻撃、アクロバットグレース、アンチマテリアルショットの合計ダメージを比較していきたいと思います。器用さバフの量が変わらないように、西欧の歌は連携なし。リアムはアクロバットグレース以外の攻撃は、西欧の歌の後に動いたテイクのみを採用しています。ということで、早速、バトル動画を見ていきましょう。まずは、3周年リアムからです。
結果が出ました。3周年リアムと4周年リアムで、まず通常攻撃での合計ダメージ差を見ていくと、器用さバフがないと差がおよそ19000で、4周年リアムの方がダメージが高いです。聖王の器用さバフをもらうとわずかですがダメージ差が23000となり、4000ダメージほど差が開きます。アクロバットグレースはバフがないとダメージ差が23000で、バフがあるとダメージ差が33000まで広がります。アンチマテリアルショットも同様で、バフがないとダメージ差が25000で、バフがあるとダメージ差が33500まで広がります。これらの結果から、3周年リアムと4周年リアムは、4周年リアムの方が火力は高いですが、リボルブを全弾装填しても、その差は通常攻撃で合計して、およそ19000ダメージ。アクロバットグレース、アンチマテリアルショットを使用した場合でも、その合計ダメージ差は23000から25000です。聖王の器用さバフがあると、通常攻撃の合計ダメージ差は23000、アクロバットグレース、アンチマテリアルショットを使用して、やっと合計ダメージ差が33000なので、火力だけを見ると、リアムの3周年と4周年スタイル、あまり差がないと言えるでしょう。そしてもう一つ意外なのは、アクロバットグレースよりもアンチマテリアルショットの方がダメージが高い点でしょう。これはおそらく今回の検証相手エッグの体力が高いせいで、デバフが入って 30% も下がると、その分ダメージの上昇幅がとても大きくなり、アクロバットグレースで自己強化するよりもダメージが出てしまうのでしょう。それとアクロバットグレースはファスト攻撃のせいで、聖王の性質の歌よりも先に動いてしまいます。逆にファストでないアンチマテリアルショットは、聖王の性質の歌を受けてから攻撃できるため、その分もあってダメージが高くなるのですね。弱体解除やデバフが必ずしも入るわけではないことからも、アクロバットグレースとアンチマテリアルショット、今後は敵や陣形によって使い分けていくことになるでしょう。動画をご覧の皆様は今回の結果どう思いますか？私は正直に言うと、バフをもらえばダメージ差は5万くらいは開くと予想していたのに、それほど開くわけではなく少し意外でした。4周年リアム、思った以上に火力は抑えられているなというのが正直なところです。4周年リアム一点狙いでガチャを引くかどうか迷う人は多いと思います。今回の動画が少しでも参考になれば幸いです。それでは次の動画でまた会おう。必ずな。